今日は6月4日です。ドン・キホーテの場所がどういう風になっているか確認をしに来ました。高低差がかなりあったように思えたんですけど、まあ、パッと見たらそこまで高く坂のところは高低差ありますね。差がなくなっているような状態です。工事は再開されてない。今日ですね。